キラとか撮っとく案内を見ようやあこんなんで行けますよみたいな皆さん、パリピの皆さん行ってくださいこんなとこあるんだなって大阪いらっしゃいキャンペーンどれぐらいの値段とかあ、1200円ってあ、1200円、大人1200円子供無料って書いてる何歳から大人1名を超える子供は400円1人に対して1人やったら無料安いな1200円で安いんじゃん安いんかどこまで行くんか分かんないトンボリリバークルーズ何個があるんや落語家と行くなにわ探検クルーズあ、これよ、これ走ってるやん黄色のやつ、道頓堀とかあの、あそこまで来るやんまーちゃんもう今日はちょっと感動大丈夫はい、ちょっと見てる感じですあ、全然大丈夫です、はい、どこら辺まで行くんですか一応ね、あっち御堂筋の手前まで行ってこっちリーガロイヤルぐらいまで行って1周20分でこっち戻ってきます、はい、で、4月は土日祝だけあー、なるほどって感じですはい、わかりました、ありがとうございますあ、土日祝だっけそうそうそうなんですよだから明日で、今日明日はちょっとイベントがある関係でちょっと時間伸びてますけど8月からは毎日そう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 なんですよで、うちも一応来週からは土日祝でちょっと時間短くなって、はいはい、夕方だけなんですけどはい、って感じですなるほどこっから乗るんとこっから乗るんじゃコースは違うんですあ、そうですあの、うん、もうね別にどっか行くとか言うんじゃなくて、うんうん、ここに戻ってくるやつなんで、はい、こうぐるっとなるほどはいはい、ありがとうございます。すみません、またお願いします。はい、ありがとうございます。レッド&ブルーステーションね。あ、ここね。駅ってことやね。おしゃれやな。おしゃれなんかな、わからんけど。なんか、だべってるんじゃなかったやな。まあ、待ってたやな。待ってた。だべってたんじゃない。お、おしゃれ。あんなとこで飯食いたいな。あ、ここがあの向こう真っ暗なとこあれが中之島美術館 あれがねはいはいその裏に科学館があって科学館あったなよう行ったなプラネタリウムなんか分からんけど困ったらプラネタリウム行っとったそうそうでもプラネタリウムじゃなくてなんかただの動物の貝とかってあったなあったあったその日やってなくて帰りに公園寄ってほっかほっか亭の弁当食ったやな食って俺が重くそ袖にご飯つけまくってめっちゃ君爆笑しとったな覚えてるわおーいって言ってここだよはず恥ずかしすぎるやろ笑われてるやん